はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回はアーズオブアイアン4、ガンダム一年戦争モッドワンイヤー4、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、黒い三連星、シャア中心にジャブロー攻略戦を行って、ジャブローを、ね、陥落せしめたというところまでプレイをしてきました。今回はその続きで、引き続きですね、ジャブローを攻略ということで、まあ、その周辺とあと南米大陸全土、これの掌握を行っていきたいと思っています。で、一方ですね、戦線が思わしくないところもあって、それがインド、エジプト、そしてアフリカ大陸と、ここがね、苦戦をしている状態です。ここの手こ入れが必要かなと思うんですが、現状ここに回せる戦力がないので、なんとかね、やりくりしながら戦線を維持するというのを目標にやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきます。エジプトの方がね、ここ、敵の巻き返しを受けてるんですよね。で、インドの方も敵の巻き返しを受けていて、ここにはモビルスーツ、まあ、新兵にはなりますけども、これを派遣決定してます。まだ到着してませんけども、ガデムのところにですね、モビルスーツ隊、6小隊ほど送る予定なので、これ到着すればね、また巻き返しできるかなと思ってます。で、アフリカ大陸の方はもう一旦、撤収してですね、回路で、敵を塞ぐと、いうことを考えています。発展型レーザー通信、これが研究完了してます。で、研究の流れなんですけども、今、ゲルググ研究中です。ゲルググ。で、ビーム兵器も欲しくてですね、ゲルググに持たせるビームライフル。これの研究を始めたいんですが、これの前提条件となっているエネルギーキャップシステム、これ今、研究中です。これの研究が終わったら、ビームライフルのね、研究を始めていくと。いうふうに考えています。これがあと3日で研究終わりますね。なので今回は生産のラインですね。集中工業4を入れておきます。これで、ボーナス 20%、15%、10%、それぞれですね。軍事工場、あとは海軍の工場、このあたりにボーナスが入ります。で、兵隊の方を見ておくとですね、今足りていないもの、主力戦車、マゼラトップですね。これが全然足りていないと。で、余っているもので言うと、グフ、あたりが余っているので、あとは、歩兵装備もね、増やしてちょっと余っているし、マシンガン、まあ、これはザクマシンガンですね。これが余っていて、あとグフ系のシールドもちょっと余ってますね。なので、少し生産のラインを見直してきます。では生産のラインをね、少し見直しました。余っているものを減らして足りてないものを作る。まあ基本的な対応をしただけですね。では時間を進めていきます。前回、ジャブロー攻略戦ご覧いただいた方はね、そのドムの強さ、移動力の速さ、まあもちろんね、3連星、ガイアが乗ってることによって、速度に 30% のボーナスがつくというのはあるんですけども、それでも100キロを超える移動速度でね、戦場を縦横無尽に駆け巡る、その、ドムの強さを見ると、ドムの量産をね、どうしても進めたくなっちゃいますよね。あのドムはね、本当に、強いと思います。あのドムの力があれば、それこそ、この先の戦争を勝てるんじゃないかってね、そう思わせてくれるものがありましたよね。で、ちなみにゲルググなんですけども、ゲルググの移動速度が60ですね、デフォルトで。で、これはザクが45だったと思うので、まあ、ザクより速いものの、ドムの80に比べると少し遅いです。で、ドムは基本80なんですが、3連星は移動速度に 30% のボーナスがつくので、3連星の場合だと100キロを超えるというね、驚異的な移動速度を出してくれるというものになってます。では、エネルギーキャップシステムですね。これ研究終わりましたので、ゲルググに合わせて、それに持たせるビームライフル。これ、始めましょう。大体、ゲルググとビームライフル、この建造が、同じぐらいの時期に、できるかなというところですね。で、ゲルググの開発が終わったからといって、すぐにゲルググを現場に配備できるかというと、もちろんそういうわけではなくて、ある程度の数、
が必要になってきますので、しばらくの間はですね、このままザクを中心にしておいて、ゲルググのね製造がある程度目処ついてきたらですね、ここは一気にゲルググにね切り替えていくというようなことも考えていきたいというふうに思います。足の速い部隊と遅い部隊がね同じ軍の中にいるといろいろ事故は起きやすくなるんで、こういうふうにですね、こまめに、ケアをしてあげるというのはやっていきましょう。トルコ、ギリシャの方はほぼ全土を回収できそうですね。エジプトの方にも軍をなんとかね捻出したので、これで持ちこたえてもらえればなというところですかね。アフリカの方はもう一旦諦めムードかな。お、なんか一人荒ぶってるやつがいるな。これはモビルスーツか。さすがにモビルスーツが入ると一気に変わるね状況が。では南米の方移ります。南米の方もね順調に来てますね。このまま南米を食っていきましょう。南米の方はというと資源的にはこんな感じですね。少し見づらいかなと思うんですけど、タングステンが多めに取れるところが多いのかな。あとゴム、アルミも少々、あとは南部の方には鉄もそれなりに取れそうですね。では研究枠の方ですが、アイフィールドバリアが完成しましたので、いよいよビグザムの研究に、着手していきましょう。でその前にアッザムの研究が必要になりますので、アッザムの研究をして、その後ビグザムの、ね、研究に入っていきます。ビームライフルの、研究が完了しました。ビームマシンガンとかね、あとはスナイパーライフルありますけども、一旦、ゲルググにね、装備させるものは、このビームライフルということにしてですね、違うものの研究に着手していこうと思います。で研究なんですけども、まずはやっぱり基本になる、この陸軍のね、歩兵装備、これを研究しちゃいます。続いてゲルググも完成しました。早速ゲルググは生産ラインに乗せて、ある程度数が揃ったら前線の方にね、ゲルググも配備していきたいと思います。でゲルググの次どうしようかな。モビルスーツの性能をさらに高めていくんであれば、ゲルググマリーネ、とかね、このあたりになってくるのかなとは思うんですが、先にドクトリンとかのね、研究を進めておきましょうか。で、この後の作戦の目標なんですけども、エジプトも片付いて、ギリシャ、トルコも片がついたので、いよいよですね、連邦軍総本部ダカール、ここを攻略するために、戦線をね、縮小していたアフリカ大陸の方に部隊をね、送り込んでいこうかなと思っていますので、次回はですね、その様子をお見せできればいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。